誰も知らない、小さな国は、1959年に、自費出版後、同年講談社から出版されたファンタジー小説、佐藤悟る著、コロボックル、物語シリーズ第一作、1959年度毎日出版文化賞、1960年度児童文学者、教会新人務賞、また国際アンデルセン国内賞を受賞している。夏休みのある日、 鳥持ち用の樹皮を取るために餅の木を探しに、近所の里山に一人で出かけた小学三年生の僕は、地元の人が近づこうとしない小山に、餅の木が門中のように立ち、小さな泉からは小川が流れ出し、吹きの葉が生い茂る小さな三角形の平地を見つけた。この小山がすっかり気に入った僕は、秘密の宝物として、その後何度も通うようになった。そんな時、 三角平地でたまたまで会った知り合いの拭き取りのおばあさんから昔からこの山には小星様と呼ばれる小人が住んでいるという言い伝えを聞く次の年の夏休みこの小山に遊びに来たらしい小さな女の子が三角平地を巡る小川にうっかり流してしまった赤い運動靴を僕は探してやることになったようやく見つけた靴を拾い上げようとして手を伸ばしたところその靴の中には 僕の前に姿を現した小人。小山の地元で言い伝えられてきた小星様。僕に愛の民話に登場するコロボックルと同種族ではないかと想像される。彼らもその呼び名が気に入り、コロボックルを自称するようになる。講談社版の初期版では、その後コンビを組むことになる村上務の差し絵ではなく、若菜慶の挿絵だった。また著者名は、後の筆名。 佐藤悟ではなく、本名の佐藤明が用いられていた。冒険コロボックルの名でアニメ化された。詳細はリンク先を参照。2011年、佐藤悟と有川博との対談をきっかけに、有川博執筆による有川版コロボックル物語が2014年にスタート。ありがとうございます。